本題始まりました。もちゃチャンネルです。さあ、まだ鼻声ですかね。病院行ってきました。やっぱさすがにね、咳が止まんなかったんで、1週間続いてたんで、これは辛いと。1週間体調不調だと、もういろんなことが嫌になるんですよね。で、サブチャンネルはもう休んではいるんですけど、結構その期間もトラブルだったりね、結構嫌なことがかなり重なったんですよね。仕事で、そうなるの？とか、おいおいおいみたいなのが、ドドドドドッと連続できて、やばですね。で、その忙しさもあって、病院も行けてなかったんで、これは、参ってしまうなっていう状況だったんですよね。で、なるべく少なく抑えたんですけど、仕事はね。それでも結構きつかったって感じですね。今、これね、もう売り切れちゃってますけど、改訂版始まってるんで、今、執筆。ずっと昨日とかも書いてたんですけど、あと、トフルもね、新しくなるんで、新形式になるんで、本、また改訂しなきゃいけないっていうことで、そっちも進んでたりするし、いろんなことがあったんですよ。で、英検、そうね、二次面接対策の授業とかやったりしてて、相当しんどい状況で、続けてたんですけども、これさすがにまずいなということで病院行ってきました。思ってたのと違ったの。咳が止まんなかったんで、ツイッターとかでも咳止めるにどうしたらいいですかみたいに言ったんですけど、最初喉だったんですよ。喉やっちゃって、カラオケとかそういうので原因かなとかって思ってて、喉がずっと悪いと思ってたんですけど、病院たら、そうじゃないと。多分もう喉はね、治ってんですよね。ただこの鼻からこう通ってないわけですよ。そう、だから鼻に原因があったんですよね。すごい細い管さ、こう通されて、めっちゃ痛かったんですけど、カメラになってるやつで、目開けてくださいって言われるので、へえ、みたいな。こう通す。で、喉までこうやって下ろすんだけど、もうそれで管入れられながらもうね、くしゃみしちゃってさ、くしゃくしゃやりながら。やったんですけど、鼻水が止まんない。鼻の中とか膿んでますねって言われて、でも咳が止まんないですけど、どうしてですかって言ったら、それは鼻水が落ちてきて、そうだ、水がこの喉に入る状態だから、だからそれでむせると、そういう状況で鼻止めなきゃいけないって言われて、そうだったの？みたいなね、感じで、無事薬もらいまして、そう、下の薬局でさ、待ってる時とかさ、前にカップルだと思うんですけど、夫婦だと思うんですけど、こんなに薬もらってんねんけど、1回で10錠飲まなあかんねんって言ってましたね、女性とかだ。そしたら男性が、それ喉詰まってしまうんとちゃうとかって言ってましたけどね。1個ずつ飲めばつまんねえだろうと思ったんですけど、10錠ってやべえなってね。僕も7錠でした。7錠は辛いよ。胃腸良くないって書いたのに、家の負担がすごかったよ、やっぱ。という感じで私、7錠飲んでいくので、これから1週間。やばいよ。鼻声まだ治ってないですけど、だいぶ鼻水は少なくなったんで、その分、咳も出なくなったんで、良かったかなと思いますね。やっぱ何かあったらね、早めに病院行くことっていうのは大事だなっていうのは、学びました。喉の痛みで、いつもの扁桃炎みたいに痛くないから大丈夫だろうと思ったのが間違いでしたね。最近もインフルエンザ、またコロナも流行り出してるしね、季節の変わり目でね、あったかくなったり、冷たくなったり、寒くなったりで、いろいろと体崩してると周りも多いんで、ちょっと代わりに後者出ないといけないかもしれませんみたいなね、僕がね、言われてて、そう、体調崩してる人も出てきてるんでって言われて、俺も崩してるんだけど、って思いながら、僕も早く回復して、誰かがね、行けなくなったりするときに自分が代わりになれるようにちょっと頑張らないといけないんですけどね。本当皆様お気をつけください。今回のね、動画はこうなりましたけど、明日からはちゃんと復帰できるように、復帰できるといいんですけどね、頑張りたいと思いますので、お気をつけください。そして、いろいろとね、アドバイスをくれた皆様、本当ありがとうございました。なんとか復帰できるように頑張ります。ありがとうございました。